新型コロナウイルスの感染拡大のため、戦後初めて中止になった2020年の全国高校野球選手権大会。当時の球児たちが阪神甲子園球場に集うプロジェクト、あの夏を取り戻せ全国元高校球児野球大会に、香川県内から人生学園高校野球部の卒業生が出場する。プロジェクトには全国各地の高野連が主催した20年の、 独自大会優勝校など40チーム以上が参加11月29日から3日間交流試合などを行う人生学園は20年県高野連が独自開催した県大会で優勝甲子園での交流試合に出場し智弁和歌山に勝った今回はプロジェクトへの参加要請の連絡を受け当時の3年生計20人でチームを結成した チーム代表を務めるのは宝塚医療大学3年の橋爪仁さん21イコール兵庫県宝塚市。またこうしてみんなと野球ができることに感謝の気持ちを持って全力で臨みたいと話す。全国各地で進学や就職をしている元部員が集まり、11月中に練習する予定だったが、都合が合わず中止に。SNS で連絡を取り合い、 絶対に勝とうぜと士気は高まっているという大会では甲子園で全チームが試合をするのは難しいため29日はセレモニーやチームごとの練習をするほか特別記念試合をする翌30日と12月1日に兵庫県内の球場で1チーム1試合ずつ交流試合をする人生学園は29日に甲子園でのセレモニーとシートノックに参加し 12月1日に尼崎市のベーコム野球場で高知高校 OB チームと対戦する。和田翔太